時間が経つのは早いもので、今日で、セクマロショートを毎日アップしだしてからちょうど1年365日が経過しました。まずはここまで見ていただいた皆さん本当にありがとうございました。最初はこんな毎日アップするとか1年間続けようなんていうのは全然考えてもなかったんですが、ね、引くに引けなくなって最初の頃はやってたんですけど、でも本当のことを言うと、アップしだして1ヶ月ぐらい経った頃にはもう、よし、これは頑張って毎日アップして1年間続けて365話で最終回にしようっていうのはもう心に決めていたので、今日この365話をアップすることができてとても嬉しく思ってます。まあ毎日動画をアップするってすごく大変なことではあったんですけど、でもその中でいろんな学びを得たり、こうね、成長できた部分もあるかなっていうふうに思うので、まあチャレンジしてよかったなっていうふうに思ってます。それでは最後にマシュマロを1個紹介しておしまいにしたいと思います。はじめまして、大好きな S 様のお子さんということでとても嬉しく思っています。新人 V ということで大変だと思いますが頑張ってください。これはね、マシュマロを、作って、マシュマロを解説して多分1日か2日でね、いただいたやつだったんですけど、まあこれ初配信前ですね、ツイッターを作ったばっかの頃だったんですけど、すごくこういうマシュマロをたくさんいただいて励まされたなっていう風に思ったのを覚えてます。これまでね、デビューして1年半ぐらいですかね、こうやって毎日楽しく生活というか活動を続けてこられたのは、こうね、本徳ママと見ていただいているリスナーのおかげかなっていうふうに思います。今日で、セクマロは終わります。セクマロショートは終わりますけれども、別に引退するわけじゃないのでね、これからも変わらず応援いただけると嬉しく思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。ということで、365日、1年間ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。セクマロショートでした。